はい、えー。皆さん、えー、こんばんは。ピコジュローです、えー。実はですね、まあ、日本にもいろいろね、混浴風呂があると思うんですがね、これ、えー、無料で入れるですね、えー、これ、混浴露天風呂があるということでね、今ネットで話題になってます。なのでね、ちょっとね、あのー、ご紹介したいと思います、えー。私もびっくりしました。まさかこんなとこにあるとはと思いましてね。はい。で、これですね、ちょっと詳細言いますとね、あのー、 こちらはですね、群馬県ということになりますね、群馬県。はい。まあ、群馬県といえばですね、これ、えー、草津温泉をはじめですね、島温泉、万座温泉、水上温泉などね、数多くの名湯にね、名湯があることで知られてますよね。日本屈指のね、温泉地ということで。これ、群馬県ですね。はい。それでですね、まあ、あの、これ、地元にはですね、全国的な知名度はそこまでないが、無料で、えー、混浴可能な 温泉露天風呂があるそうです、はい、でそこはですね、群馬県のこれね、尻、え、焼、ー、温泉というところですね、尻焼温泉あ、私も聞いたことありますね、これね、まさかそんなところにあったと思いませんでしたね。はい、で草津からですね車で30本ほどの場所にあり、数軒の旅館が立ち並ぶだけの小さな、えー、温泉地ということなんですが、 噂となっているですね、混浴露天風呂はですね、宿の浴槽ではないということですね。まあ、あのー、宿の温泉ではないということなんですよ。これ、温泉街の中心を流れるね、長良沢、長良沢川ってところですかね、長良沢川から、あのー、川べりからですね、えー、湧き出る、えー、メート、 名湯、まあ川の湯ということですね。まあ川の温泉ということなんですよ。ね、ちょうどこれ、あの、写真で見るようにね、川のところに温泉があってね、まあちょっと脱衣所みたいなところ見えると思うんですがね、はい、こんなもう本当に自然に囲まれたところです。でもまあ、ちょっと上からでてうと丸見え状態ですけどね。で、これね、河川の流れをせき止められた天然のね、えー、と温泉風呂ということで、大きさはですね、ちょっとしたプールサイズの規模。 一度に100人以上が入れる、すごいですね、これ、100人以上が入れる大きなところです。あくまでもですね普通の一般河川なので、入場料は無料ということですね。あなるほど、そういうことなんですね。で、川の隣には、ですね屋根付きの小さな露天風呂もあるが、あ露天風呂もあるんですね、この屋根付きのね、この見えてないですけどもね。はい。で、更衣室やですね、休憩所などは用意されていないと。で、そのためですね、自分の車で着替え,あの着替える人も多いということですね。 あとは、中世屋スペースの脇にある公衆トイレで脱衣所代わりに使っている人もいるということでね。なるほど。そういうことなんですね。まあさ、無料ですからね。で、露天風呂といってもですね、ただの川なので、まあ、壁やですね、えー、柵など、囲いはなく、周りのですね、車道から丸見え状態だということでね。はい。まあ、ちょっとこれ、勇気がいる感じですね。これ、露天風呂としてはね。まあ、でも、普通に入っても別に何の問題はないということで。で、それでもですね、入浴にはですね、まあ、 えー、水着が必要といった条件も設けられてないということなんですね。あくまで利用客個人の判断にゆ委ねられているということでね。まあ、裸で入ろうが何しようが、これも関,関係ないというかね、まあ、いいということですね。本人あの個人の、ねえーまあ、判断に委ねられているということでね。すこういうところあったんですね、群馬県にね。さすが、えー、にですねほとんどの入浴客は水着姿だが、中にはですね。 何もまとわぬ姿で入る若い女性も多々いるということなんですね。え、そうなんですか、これ。若い女性も数多く来てるということですね。まあ、外人さんとかも来てるということで、そんなのあるんですね。はい。で、このですね、あのー、まあ、えー、っと、塩、しりやき温泉ね、は一部のマニアの間ではですね、有名で、えー、まあ、 こうねあのー、結構来てるということですね。で、カップルやグループも少なくないということでね。はい、まあ,あ、ね、あのね、興味本位に来られる方もいるんじゃないでしょうかね。まあ、あと大自然を楽しむためにね、無料ですから、立ち寄ってもいいんじゃないでしょうかね。素晴らしいと思います。で、冬場にはですね、この、えー、露天風呂につかり、訪れることもあ,ったがある方が結構いるということでね、まあ、この時期ね、紅葉も見れますんでね、とてもいい状況だと思います。はい とりあえずね、でも中にはですね,、えー、っとまあね男性客、えー、こうワニ族と、ね、呼ばれる男性客も多いとか、とということですね、まあ、長時間使ってですね女性が入ってくるのを待ってる人もいるということで、まあ、それは良くないと思いますね。はい、そういう行為はやめてください、本当にね。はい、ただ、まあ、えーとね、これ滑りやすいのでい岩とかがねあの苔が入ってて滑りやすいということなのでサンダルとか、ね、持参するようにと書いてありましたね。 はい。まあ、それではですね、皆さん、よかったら行かれたらいかがでしょうか私もね、群馬県なんで一度行ってみたいと思います。はい。まあ、その時にね、また、えー、ライブ、あ、ライブっていうかね、また動画を上げたいと思いますのでね。はい。それではですね、最新情報、ためになる情報も発信していきますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい。それではご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ